こんにちは、つちのこです。今回はですね、僕に届いた変な迷惑メールの方を紹介していきたいと思います。最近の迷惑メールは劇場型になっていて、なかなか面白い思いさせていただきました。それでは紹介していきましょう。レッツゴー。スマホのデータが消えちゃったから、山ちゃんから教えてもらったんだけど、そっちのアドレス、で合ってる？間違ってるのかな？もう電話するよ。いい？ずっと返事がないってことは、このメアド使ってないことでいいよね。それならもう、もらっちゃいますね。一日に1000通ぐらい迷惑メールが来てて困ってたから助かるし。とりあえず、勝手に登録されてる出会い系の登録メアドを全部、君のメールアドレスで変更しておくね。これで返事がなければ、OK ってことで。怖いわ。これはちょっと変身しそうになった。次、あの駅のトイレの壁に、あなたのメールアドレスって書いてあったんだけど、これ誰かによるいたずらですよね。落書きの証拠の写メ、送りましょうか？さっき言いましたけど、あの駅のトイレにあなたのメールアドレスって書いてありましたよ。誰かのいたずらならかわいそうだから消してあげようと思って連絡しました。それから数十分後、駅のトイレに募集中って書いてあったから消してあげようかと思って。返事ないけど自分で書いたの？公共物への落書きは犯罪だし通報しますよ。この後放置したらメールは来なくなりました。次、そうだ、ウルフギャングだ。思い出したよ、ウルフギャングだよ。覚えてる？突然ウルフギャングって言われても、ノリがいい子だったら変身しちゃうかも。次、2037年世界の終焉。シャロン同士からメッセージが届いております。このままでは2037年に訪れるこの世界の終焉により全てがリセットされることになるという重大な事実をお伝えされております。18年後に訪れるこの世界の終焉を逃れるべく、ご神聖が一人、シャロン同士から特別無料会員様へ重要なメッセージが届いております。この地に生きる全ての人々の未来に大きく関わる重大な内容とお聞きしておりますので、届いているメッセージの方をご確認いただくようお願いします。幸福広場。ご神聖って、すっごい人なんでしょうね。次、滅亡の予兆。2037年、私たちの過ごすこの世界は、私たちの手により終焉を迎えます。心してお聞きください。あなたは今この世界をどのように見えておりますでしょうか？そして今この時に生きていることをどのように考えるでしょうか？神の子として産み落とされたご神聖の最後の一人のあなたをようやく見つけることができました。続きはこちらから。僕、ご神聖でした。やったー。いや、どうでしたか？最近はほんと劇場型、宗教型、あと脅迫型。もうここから返信なかったら全部のメールアドレスあなたのに変えるからみたいな脅迫型。結構ビビりますよね、来たら。向こうとしてはね、返信があって生きてるメールアカウントを探すっていうのが、まず第一の目的だと思うので、どんなこと言われてもね、返信しないっていうのが一番なんですけれども、なかなか巧妙になってきております。ということで、最後に一つ、外伝的な迷惑メールの方、どうぞ。ご融資の件でご連絡させていただきました。お忙しいところ誠に恐れ入ります。ふのさとヘンリマヨ。ご融資の件でご連絡させていただきました。ふのさとヘンリマヨ。